試験ほぼ戦略とリサーチで決まるんですけど、ここをちゃんと正しいやり方でやらないとみんな詰むんですよ。ゆき先生チャンネル、おはようございます。ゆきです。今日はこの間患者さんからリクエストをいただいた資格試験についてお話をしていきます。資格試験もいろいろですよね。自分は受験経験でいうと中学受験で応援を受けて、大学受験で東京大学の理科三類というところを受けました。そういうとね、すごいエリートコースじゃないかとよく言われてしまうんですけど、決してもともとすごい家柄がいいわけじゃないし、すごい両親とも頭いいとかでもないし、英才教育を受けたとかでもないんですね。なので自分的にはもともとそんなに才能がないけど、めっちゃ頑張って受かったっていう人間なんですよ。それで大学を卒業して社会人になってからもいくつか試験を受けてるんですけど、例えば趣味のワインエキスパートっていう試験を受けたりとか、あとは化粧品検定っていう試験を受けたり、今日話す中国語検定っていうのも受けたりしました。この間クリニックでね、来てくださった患者さんがカウンセリングが終わって、何か他にも聞いておきたいことありますかっていうふうに伺ったら、今ね、とある国家試験の勉強を頑張ってるんですっていう方がいまして、毎週毎週水曜日と土曜日にこのチャンネルの動画を見てくださっていて、私のところに月1ぐらいで診察とかに来ていただいて、先生に会うのがモチベなんですって言ってくださった方がいたんですよ。やっぱりそういう社会人の方も見てくださってるみたいなので、大学受験の話だけじゃなくて資格試験についてもちょっとずつ発信をしていこうかなと思っています。資格試験についてとか、あとはその他社会人向けの内容とか、こういうこといっぱい発信してほしいってあったらコメントにぜひ書いてください。というわけで今回の動画では、資格試験を制する方法について、私が受けた HSK の3級っていう中国語の試験のことを例にとってお話ししていきます。実際に同じ試験を対策したいなって思ってる方にも分かりやすいように、参考になるように、でもそれ以外の試験対策を頑張ってるんだっていう方にも応用が効くようにお話をするので、ぜひ最後まで聞いてください。資格試験の総論的なところですが、まずみんなに伝えたいのは、とにかくリサーチがめちゃくちゃ大事ということです。大学受験とかであれば、学校の先生とか塾の先生とかすごくいっぱい正しい情報を持ってますよね。でも一般の資格試験ってなると、そういう大きな学校とか塾とかがないことが多いので、自分でリサーチをして何が必要でどんな対策すべきなのかを考えなくちゃいけません。正直このリサーチとか戦略を立てるまでっていう部分で9割ぐらい決まると思うんですよ、資格試験。私の場合はどんな試験を受ける時でも、だいたい丸3日ぐらいかけてこのリサーチ作業をしました。具体的にはその試験の名前でググって、ブログとか YouTube とか、あとはウェブサイトとかを調べまくるんですよ。なるべく新しいページを見て、新しい動画を見て、あ、だいたいこういう風にやるんだなとか、あ、こういう風にやってよかった人がいるんだなっていうのをインプットしていきます。あと結構使えるのが、本屋さんに行って、ある程度メジャーな試験であればその試験についての参考書コーナーみたいなのがあるので、そこでいくつか本を手に取ってみて、最初の方に試験の概要とか、どんな試験でどういう構成になっててどれぐらい受かりますみたいなことが書いてあることが多いので、各参考書の最初2ページぐらい読み漁ってました。これに関して言うと後でも出てくるんだけど、正直私がすごいお金持ちだったら迷わずいっぱい本を買ってたと思うんですよ。ただ別に自分はそんなにお金持ちなわけでもないので、全部買うわけにいかないから、本屋さんでまあ立ち読みをしてたわけですね。あとやっぱりウェブサイトよりもしっかり書籍として販売されてるものの方が個人的には信憑性が高いかなと思います。本をいっぱい読みたい場合は、これ宣伝でも回し物でもないんですけど、 Kindle の Kindle Unlimited っていうサービスがあるんですよ。月額1000円ぐらいだったかな。で、いろんな本をタダで読みますっていうサイトがあって、そこで結構調べると0円の本あるんですよね。なのでそういうのに登録して、読書習慣をせっかくだからつけようっていうことで、いろんな参考書を読み漁ってみるのも手かもしれません。それで3日ぐらいかけて、あ、こういう風にやっていくんだなっていうのが分かっていったら、あとはそれを淡々とこなしていくだけで受かるはずなんですよ、リサーチさえ正しくできてれば。で、じゃあここからいざ対策をしていきますってなった時、一番大切なのは繰り返しまくること。特にあんまり時間をかけたくなくてコスパ重視でいくのであれば、復習を人の5倍ぐらいすることがすごい大事です。イメージとしては、参考書を1ページ勉強しました、じゃあ次のページに行く前にそのページの内容をふわっと復習する。で、数時間後にまたよし勉強に取り掛かろうって言った時に、新しい内容からやるんじゃなくて、その数時間前にやってた内容をもう一回復習する。そんな感じで周りの人がやる5倍ぐらい復習に時間をかけてよ。そうすると1回学んだものがちゃんと長期記憶として定着されるので、必要となる繰り返しの回数が減るんですね。で、かなりこれコスパ重視でできるので、とにかく人の5倍ぐらい繰り返す勉強するっていうのを意識してください。あとの一般的なポイントで言うと、過去問の扱い方。過去問は
結構人によっては最後まで取っておいて実力試しで使いたいという方もいると思うんですけど、その考え方は否定しないんだけど、ある程度早めに何年か分はやっておいた方がいいと思います。っていうのが結局過去問がすごく大事で、過去問がある程度解けるなら多分受かるし、どんなにお勉強頑張っていても過去問が解けない状態だったら多分本番うまくいかないんですよね。そういう意味で自分で過去問を解いてみてどれぐらいのレベルまでできてるのかっていうのを把握するっていう意味で過去問は大切なので、しっかり早い段階から過去問を入手して手をつけるようにしてください。総論的な部分はこれぐらいですかね。というわけでここからは私が中国語の HSK 3級っていうのを受けた時について、結構具体的にリサーチの方法と参考書について、そして過去問に関してと、最後もう一個めちゃくちゃみんなに伝えたいお勉強のコツ、この4本柱で話していきます。ではまずリサーチについてです。中国語の試験なかなか出てこなかったんですよ、ウェブで検索しても。ただもう一生懸命検索して本当に個人のちょっとしたブログを見ることを始めました。 HSK 3級受かるまでみたいなブログですね。でいろんな人のブログ5個ぐらい出てきたので、それを照らし合わせながら、あ、大体みんなこれ半年ぐらいかけるらしいっていうのが分かりまして、でこれは自慢じゃなくて本当に冷静に、一般的に半年かかるっていうことは大体私2ヶ月でいけるかなと思ったんですよ。これはなんか頭がいいからとかじゃなくて、効率重視でいけば多分人の3倍速では勉強できるはずと思ったので、よし2ヶ月で終わるようにスケジューリングを組もうと思って考えました。でそれをイメージしながら本屋さんに行っていろんな参考書を見始めたんですね。で参考書の最初の方に書いてある、大体皆さん 3,4 ヶ月はかけます、でまずこれをやってこれをやってこれをやるようにしてくださいみたいなのが書いてあるので、ふむふむということで2ヶ月でやるから最後の2週間は演習に当てるとして 1.5 ヶ月で全部基礎を学ぼうぞみたいな感じで、じゃあこの子イメージを膨らませていったんですね。で次参考書についてです。参考書もね、これ何を選ぶのかすごい難しいです。何を学ぶにもやっぱり本って一冊はないといけないんだけど、この選び方を失敗するとすごい遠回りになっちゃうんですね。で自分の場合はもうまず Amazon とかで HSK 3級対策とかっていう風に調べて、ブワーって参考書が出てくるじゃないですか。でその中の口コミがいいものを見て、口コミの中にも定番ですとか神ですとか書いてあるものをいくつかピックアップしていくんですよ。お気に入りとかに保存したりして、でそれをイメージしながら他の方のブログとか YouTube とかを見て、よく紹介されているもの、定番として取り扱われているものを探しに本屋さんに行きました。時間がない人はここでポチっちゃってもいいと思うんですけど、結構参考書って合う合わないがあるんですよ。例えば文字が大きくてイメージ的にはゴシック体とかで書いてあってカラフルじゃないと勉強がはかどらないっていう方もいたりとか、あとは分厚い方がやる気が出る、薄い方がやる気が出るとかありますよね。だから本当はお洋服と一緒で一回手に取ってみて中身をパラパラっと見てみて、まあ、自分的にモチベが上がるかみたいなところもチェックしに行きたいなっていうのが理想です。でこれ難しいのが、例えば実際に受かった先輩におすすめの参考書を聞くっていうこと皆さんすると思うんですよ。ただこれ上にするのはあんまり良くないです。今言ったように人によって合う合わないがあったりとか、ベースの勉強法が違ったりするので、どちらかっていうと以前やって良かったいろんな人の情報をちゃんと見比べて選択肢を広げておいた方がいいです。よくあるじゃないですか、本とかも仲いい先輩におすすめされたけどこれ私的にあんま面白くなかったなとか、なんかあるじゃないですか。なので一人の意見を鵜呑みにするよりはいろいろとリサーチをして客観的に選んでいってくださいっていう意味で、私がここで HSK のおすすめ参考書を話してもあんまり意味はないかなと思うんですが、一応紹介しておきますと、一つはこのゼロからスタート中国語っていうやつの文法編ってやつで、なんでこれにしたかっていうと、結構いろんなブログで紹介されてたのとめっちゃポップでこれなら勉強しやすそうって思いまして、なんか私多分脳みそが子供なのか、あんまり活字が細かくブワーみたいに書いてあるやつとか、色が少ないイラストが少ない本苦手なんですよね、参考書っていう意味では。なのでこれはめっちゃ良かったです。確か2冊組になってて、これ結構ボロボロになるまで私繰り返しました。音声教材もついてたので電車の中とかでもこの音声教材を聞いて、当時コロナでマスクしてたので音が漏れないレベルでちっちゃーくリップシングみたいな感じでシャドーイングをしてました。あとはもう超定番のもの、 HSK 公認テキスト3級ってやつを買って、過去問に準じた問題集みたいな感じだったと思うんですけど、この2冊で勉強したって感じでしたね。あえて一般化して言うと、今みたいにすごいポップで簡単で導入にいいものと、あと
はもう定番のもの、まあ、こんな感じで揃えてみるとどんな資格試験も割と手をつけやすいかなと思います。で特にこの公式のものはやっぱり揃えといた方がいいと思うんですよ。ほとんどの受験生がやってるものをやらずに受かるっていうのはやっぱりちょっと難しいしリスキーなんですよね。ほとんどの試験においてみんなができるものをまずできるようにするっていうのが確実に最初の大切なポイントなので、特別なことをやろうというよりは定番のものを片付けていこうっていう発想を持ってください。でその2冊、簡単なものと定番のものを基本にしていって、ある程度勉強が進んでくるとなんかやっぱ単語力が足りないなとかってなってきて、単語だけのテキストがあるといいな、で単語帳を探しに行くとか、いろいろ勉強できてきたけどリスニングがダメだなということでリスニング教材を買うとか、なんかそういう風に後で本当に自分が必要となったものを追加購入していくっていうやり方もおすすめですね。自分も確か単語帳だけ後で追加で買った気がします。そして次の大切なものが過去問です。さっき言ったんだけど、もったいぶらずに最初のうちに全部やっちゃうのがいいと思いますよ。どうしても初見の問題を試して実力テストをしたいのであれば、多分どんな試験も模擬試験みたいなものが販売されたりしてますから、それを最終的にやろうっていうことで実際に出た問題って本当にエッセンスが詰まってるはずなので、私はもうテキストとして教材として早いうちに手をつけるのをおすすめしてます。ただただ解くんじゃなくて、一問一問に出題者の意図が入ってるわけなので、そこを汲み取ってやるぞぐらいの感じで深く理解すること、その過去問に関連する別の知識も一緒に入れていくこと、それが大切なので、可能であれば過去問の教材を揃えるときに解説まで載ってるようなものをゲットしてみてください。あえて解消を言うなら5回ぐらいは繰り返すイメージでやった方がいいと思いますね。特になかなか1回やってもできないものは絶対丸がつくまで繰り返す。でイメージとしては過去問をやってみる。なかなかできない問題があったらその問題に関連する分野を復習する。でまた過去問を解く。なんかそんな感じの流れに後半はなるかなと思います。というわけでここまででリサーチと参考書と過去問の話をしたので、最後1個。おすすめ勉強法です。これ知らない人多いかもしれないんですけど、私的にはもうないと話にならないぐらい大切な勉強法なので、みんなもチェックしてください。答えは YouTube です。もう本当に便利な時代に生まれたなと思うんですけど、みんなすごい発信してくれてるんですよね。机に向かって本を見ながら勉強するだけが勉強じゃないわけで、例えば料理しながらとか、朝着替えながらとか、歯磨きながらだって勉強はできるわけ。特に最初に言った普通の人が半年かかるのを2ヶ月で仕上げるぞなんていう場合は、こういう勉強法を取らなきゃいけない。その時に役立つのがこの YouTube なんですよ。うちの場合はリビングのテレビで YouTube がつくので、その YouTube 内で HSK39 聞き流しとか入れるともういっぱい出てくるんですよ、リスニングが。画面をチラチラ見ながらリスニング教材を聞いてたら超勉強になるじゃないですか。なので私本当に試験前は家でずっと HSK のリスニング教材、誰かが作ってくれたやつ、たまに間違ってたりするんですけど、結構クオリティ高くてそれをずっと流してましたね。特にこういう語学系とはすごく YouTube 相性がいいと思うんですけど、中には例えば金融系の試験を受けるんだとか、いろんな方がいると思います。その場合でも結構 YouTube で使えると思うんですよ。例えばその試験問題の解説動画とか、試験に受かるまでみたいな、まあ、モチベ動画みたいなのを流すことはできるので、まあ、そういうのをちょっとした隙間時間で流す習慣をつけて、常に体と頭がその試験に向かっているようにしておくっていうのがポイントかなと思います。というわけで今回は資格試験について私の HSK のお話を例に取りながら語ってみました。まあ、資格試験かなり戦略が大切なので、こういう風に順序立てて、よし参考書はこうだと過去問はこうだと考えてから勉強に取り掛かった方がいいです。まあ、資格試験って別に私そんなオタクっていうことはやってないんですけど、楽しいですよね。教養も増えるし知識も増えるし、何かの試験対策をしてそれでちゃんと合格を勝ち取るっていう、まあ、成功体験も増えていくので、一回落ちちゃって挫折しそうになってるとか、思ったより試験対策が難しくて心折れて諦めようとしてるっていう方もいるかもしれないんですけど、ぜひ踏ん張って次に続けるために頑張ってください。皆さんが今頑張ってる試験対策とか、前に大変だったもしくは面白かった資格試験なんかがあったら、ぜひコメント欄でシェアしてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。